こんにちは、速稼塾の子です。私ね、いろんなバイトをする中でポスティングのアルバイトをしたことがあるんですよ。チラシを1枚ポストに入れると 2.5 円もらえるんですよね。で、100件配るといくらかっていうと250円じゃないですか。ただ100件配るのね、むちゃくちゃ至難の業なんですよ、で、それを1000件配って2500円ですよ。だいたいね、1日にね、4000件とか5000件配ろうと思ったら、もう本当、地区にもよるんですけども、私その時ね、住宅密集地にいたんですよ。それでもね、4000件配ることはなかったですね。で、当然ですけども、3日ぐらいしたらもうね、やってられなかったですね。ポスティングって単純で分かりやすくって簡単かなと思ったんですけども、結構ハードでしたね。3日しか続かなかったです。まあ、ポスティングいくらやったところで、結構厳しいのはマンションとか配りやすいっていう風な感覚があるじゃないですか。でもね、マンションって施錠されていて、ポストのとこまでなかなか行けなかったり、管理人さん呼び出したりとか、あとね、こんなもん入れてお前取りに来いって言われちゃったりね、結構ね、あるんですよ、そういうことが。あとポスティングするの本当ね、ヘトヘトですね、一日中。で、自分の店をやった時にその経験を生かしてポスティングしたんですけども、一晩でね、300件とか400件とかがやっとですよ。で、しかもそのまま寝ずに、ほとんど寝ずに次の日の勤務入るじゃないですか。やってられないですね。でも今私、ポスティングをどれだけしていたか、それ以上の集客力を出してるんですよ。それはまあ YouTube とかですよね。 YouTube でもはや1日にね、何時間再生されるってことはないですよね。ものすごいね、見ていただけてるんですよ。で、過去の動画も見られてるじゃないですか。そうなってきたら、ポスティングの本当ね、何千枚分、何万枚分からって考えちゃいます。要するに、ここに人件費が削減が起きてるってことなんですよ。で、私は店舗を一時期20店舗やってました。社員も26人雇ってました。アルバイトも末端まで含めるともっともっと多かったんですよ。当然ですけどね、多いですよね。何百人という単位でしたよ、全部で。もうそれこそね、誰が採用になって誰が辞めたのか分かんないようなレベルです。そうなると20店舗抱えていたら。しかし今はその時の売上なんかよりも全然ね、圧倒的な利益上げてますね。人を一人も雇ってなくて。で、結局インターネットを活用するとこうなるんですよ。それまではインターネットがなかったんで人力に頼るしかなかったんですけども、インターネットを使い出すと、もうね、人がそこには介在しなくても、お客様にアプローチできるんですよ。要するに、人が必要なのってもうお客様だけですね。お客様のところに情報や商品届けるのにはもうすでにインターネットでいいわけなんですよ。そうなってくると、もうなんていうか、すごくね、えげつない言い方すると、出会った人からお金をもらうしかなくって、出会った人にお金を払う瞬間ってなかなかないんですよね。従業員がいた時って払うのが前提ですから、まずはそのお金をどう作ろうかなってことから考えるんですよ。だから仕方なく売るみたいなね。それこそ吉谷さんも経験されたと思いますけども、目標売上とか経費とか利益を追求するために商品売るのがもうありきじゃないですか。それこそね、意にそぐわない商品をマトリックスアフィリエイトをガキューンとか言ってね、売ることもあったと思うんですよ。まあ、でもマトリックスの件を置いとくとして、なんかね、平成のガリレオとかね、こんなんいましたよね。いろんなプロモーション組んで、あの手この手でやったと思うんですけども、それこそね、全てのプロモーションがものすごく興味を引くものでした。素晴らしかったと思います。でも、どうなんですかね。なんか売上に走るっていうのはビジネスとして当たり前なんですけども、なんかちょっと違和感、今振り返れば特になんですけども、あったのかなと。要するに、売上が走っちゃったところがあるのかなと思うんですよ。自分の作った商品をそれを必要とする人に届ける、これはね、今のスタイルでものすごくね、理にかなってると思うんですよ。で、私ね、いろいろ考えた時に思うんですけども、営業するスタイルってのはもうね、古いんだろうなと思うんですよね。営業スタイルはどちらかというと、もうなんかこうプル型のっていうかね、商品ないんですかって聞かれるような、そんな環境を作っていかないといけないと。で、セールスをちょっとしたら待ってましたみたいな感じで、ね、申し込みがあるみたいな。だからなんかこう、アクセスカウンターあと3日ですみたいなの回さなくても、ちゃんと売れていくという形ですかね。それが新時代のスタイルなのかなと思います。特に YouTube ってのは、気に入らなければ同じアカウントの YouTube を再生しなければいいんで、繰り返し見るってことはやっぱ購入に一歩一歩近づいているんですよね。
で私は吉谷さんの動画の再生数っていうのはもうほんと数十とかね、一定100とかそういうのが主だと思いますけども、その例えば50にしても100にしてもこれがほとんど動かないんですよね、数字的には。中は入れ替えてるかもしれませんけども、でもその中の1割なり2割なりっていうのはヘビーユーザーだと思うんですよ。そのヘビーユーザーさんっていうのはリピートを起こす、このスタイルを作ることなんじゃないかなと思います。で購入した方はそれで満足するから次も見るし次も買うっていうね、このいいスパイラルが起きてきて、プロモーションが上手だと、下手に上手だとね、買ったのになんだこれっていうこの期待を裏切る落差が起きるんですよ、まあ、ですんで あまり気合い入れないスタイルでね、うん、今こういうもありますよっていうぐらいのもので、手に取っていただくっていうことなのかなと。いわゆる煽りとかを使って売るっていう営業スタイルはもうちょっと通用しなくなる、逆に信頼を失ったりとかクレームにつながるのかなと思っちゃいますよね、うん、まあ、そういうことを考えても YouTube を使うっていうのがものすごくいいなと思います、うん、まあ、サムネイルをねものすごくゴリゴリに書かなくても、それこそサムネイルなしでもね、動画の一部のストップモーション、それこそデフォルトのやつでも十分興味を持っていただくみたいなスタイルができるのかなと思います。特にこの億万長者合宿シリーズってのはそれですよね。何の加工もしてないと、私と吉谷さんがただやり取りしてるだけで、それを客観的に見てこの2人の商品だったらっていうふうに感じていただけるのかなとか思ってますね、うん、これもだから労働からの脱出かと思います。もう労働っていうのがだからだんだん時代に合わなくなってきて、その雇用条件というのがありますけども、雇われるっていう時代ではもうなくなってるんだろうなと思います。まさにビジネスを所有することで自分の収入を自分一人で作っていくってところが出発点になるのかなと思いますよね。その出発点から便宜上人を使う瞬間がたまにあるっていう形に今度ぐるっと入れ替わっていくんじゃないかなと思いますよね。